バレーボール部所属、マルタ共和国へ留学した細井美月さんにお願いいたします。細井さん、よろしくお願いいたします。こんにちはとけ。結構緊張してるし、レオくんみたいに笑いを取りながらの発表はできないかなと思うんですけど、飛び立ての魅力を伝えるとともに私の留学のお話ができたらなって思うので、本日はよろしくお願いします。 ということで、自己紹介と留学と飛び立てのつながりすべてについてお話できたらなって思います。まず、栃木県立佐野高等学校で、と次3年生になる大の細井美月と申します。飛び立て留学ジャパンは7期、 新興一アカデミック定期交付という部門で、夏休み3週間、マルタ共和国へ短期留学をしてきました。バレーボール部で今は部長をしていて、小学校3年生から、いわゆるアタッカーと呼ばれるポジションで活動をしています。練習は週5日程度、結構私であったら飛び立てだったりとか、他の部員で言えば生徒会みたいに、自分のやりたいことと両立してできるような自主性に富んだ部活に所属しています。 元々留学をしようとしたきっかけ、飛び立てを知ったきっかけっていうのも同じで、中学校1年生の時、私は親元を離れて祖父母の家から通学をしているので、一度くらい自分にしかできない貴重な経験をしたいなと思った時に、先輩、飛び立ての先輩だった、飛び立てに先に留学をしていた先輩の話を聞いて、自分も絶対にやるんだと思って高校生になってから応募をしました。そんな私の留学のテーマは、スポーツの真の強さを探るです。 実技と人間性、極端に言うと結果と過程の両方が評価されるスポーツの真の強さについて考えることをしてきました。日本のスポーツ界は勝利至上主義、精神的や肉体的に暴言とか暴力で追い込んだりとかするような指導方法だったりとか、思春期や女性の体を鑑みない練習だったりとかして結構問題があるなと思っていたので、それに ついて考えてきました。そのために、まず、マルタで行ったのは、とビーチバレーをと、クラブに所属するなどではなくて、寮にあるビーチバレーのコートで、国籍も性別も違うような子たちと一緒に、まあ、遊びみたいな感じでプレーをしてきて、スポーツを通じたコミュニケーションの力を感じてきました。また、マルタ共和国を選んだ理由っていうのは、と ヨーロッパ各国から人が集まる語学学校ということでと、いろんな国の価値観、考え方、あとはプロになる方法だったりとか、指導者とプレイヤーの関係性についての話が聞けるかなと思ったので、それもしてきました。また、と触れなかったんですけど、スポーツ界には LGBTQ とか男性、女性の区別とかそういうような問題もあるなと思っているので、と生理用品やヒニングの入手しやすさ、あとは、 普通の民間の人の服装とか雑誌やテレビでの露出とかそういう部分でも、うんと調査をしてきました。また日本を広めるという意味で、団結とか勝利を意味する、意味する千バズルを折り紙で作って、作るのに友達に協力してもらってその例に漢字一字一字でこうやって当て字をしてプレゼントをするっていうようなこともしてきました。 そんな私が留学で得た知見は、出社選択です。自分の興味とか関心、意欲に思うままに取り組むためには、自分のことを、自分をマイナスに捉えてしまう考え方だったりとか、いらない不安っていうのは、それにとらわれていてはもったいないなって思ったので、自分のやりたいことをやるために、それを選んでいけることが重要だなって学びました。飛び立ての魅力としては、 異なる専門分野とか住んでいる場所も日本中バラバラだけれども飛び立ちたいという前向きな気持ちが同じ仲間にたくさん出会えるということです。コミュニティがつながるという部分はとっても魅力だと思います。私にとって飛び立てるユーカジャパンとはマダミの私に出会うための翼ということで、自分にとっての新しい 人との出会いもそうだし、価値観もそうだし、考え方もそうだし、たくさんのまだ,見なまだ見たことがない自分に出会うきっかけになりました。以上で私の発表を終わりにします。本日はありがとうございました。